ニーナ、あんた今何してるの？今日は休日出勤で仕事してるよ。うわー、さすが高卒社会人だね。学歴がないから休日まで働かないと暮らしていけないんだ。はいはい、私はお父さんたちに溺愛されてるお姉ちゃんたちと違いますからね。大学にも行かせてもらえず、今日も元気に働いてますよ。休日だろうとせっせと会社のために働いてます。本当に高卒定年収生活お疲れ様。大学にまで進んだ私と違って惨めな人生ね。それが意外とそうでもないんだよな。高校卒業してすぐに家を追い出されたおかげで今じゃとーっても自由な生活で楽しいよ。は？楽しい？高卒の安い給料で働いてる人生が？あんた貧乏になれすぎて頭バグってんじゃない？やだな、バグってるのは甘やかされて育ったお姉ちゃんでしょ。大学行くのに浪人2回、留年3回もしたバグだらけの頭なんだから。はぁ？そんなバグ頭が一体今日は何の用なの？今までろくに連絡なんてしてこなかったくせに。バグ頭って呼ぶな！あんた、私が今年で大学卒業すること知ってるわよね？もちろんだよ。バグ頭でもお金を積めば単位がもらえる大学でよかったね。無事に卒業できてお父さんたちもきっと喜んでるよ。だから、バグ頭って呼ぶなって言ってるでしょ？今日は私の卒業後について話すのよ。お姉ちゃんの卒業後？確かお父さんの会社をそのままもらう予定だよね。そうなんだけど、私はできれば働かないで行きたいの。は？だからお父さんの会社はあんたに譲ってあげれば。私ってコツコツ働く生き方向いてないのよ。何アホなこと言ってるのよ。お姉ちゃんも大学卒業したら社会人でしょ。バグ頭でも働ける会社なんて親の会社しかないんだよ。とにかくお父さんの会社はあんたにあげるから。だからリナは今の会社辞めてお父さんの会社を継ぎなさい。今なら高卒底辺生活から一発逆転できるしさ。そんなこと急に言われても困るよ。私今の会社ものすごく気に入ってるし。高卒でも入れるような底辺の会社がぬるま湯に使ったような人生でいいと思ってんの？は？あんたは長女の私と違ってお父さんたちに見放されてたじゃない？そうだね。お父さんもお母さんもお姉ちゃんばかりひいきにしていたからね。そんな惨めなあんたにビッグチャンスをあげようとしてるのよ。もらう予定の会社をあげるって言ってるんだからもらいなさいよ。だからいらないって言ってるじゃない。っていうかお姉ちゃんは会社を継ぐこと条件に好き放題やってたはずでしょ。浪人2回に留年3回、こんなことしても許されたのは会社を継ぐからじゃない。でもその会社を継ぎたくないの。だってお父さんの会社今倒産寸前なんだよ。え？お父さんの会社が？あんたは高卒ですぐ家を出たから知らないだろうけど、年々業績悪化してここ数年は赤字続きなんだよ。ついには倒産かって噂もあるくらいなんだからね。そうなの？っていうかそれを知ってて私にあげようとしてたってこと？高卒底辺人生歩んでるんだし、私が赤字会社を継いでも大したことないじゃん。は？運よく再建できたらあんたの人生一発逆転よ。そう考えるとビッグチャンスだと思わない？思わない、全然思わない。なんでよ。長年赤字続きの会社をこんな小娘が再建できるわけないじゃない。奇跡が起きない限り絶対に無理よ。奇跡は待つものじゃない、起こすものよ。ならお姉ちゃんが起こしてよ。私は知らないから。私はリスクある道は避けるタイプなの。 99.9% 破産が見えてる未来に絶対に進まないわ。私だってそんな道進みたくないわよ。あんたはもうとっくに貧乏人生歩んでるんだからいいじゃない。は？失うものは何もない人生でしょ。親に小さい頃から見捨てられてさ、高卒で家を出されてるんだから。ならお姉ちゃんも何も失うものないよね。バグ頭で常識も何もかも失ってるんだから。なんですって？好き放題やらせてくれたお父さんたちへの恩返し頑張りなよ。それがひいきされてきた長女の役目なんだからさ。いやよ、倒産寸前の会社を継ぐなんて絶対に嫌。もうこうなったら強行手段を取るしかないよね。え？強行手段？私今すぐ海外に飛ぶわ。親からも会社からも逃げるなら海外しかないわ。実はそのためにお父さんのへそくり貯金をごっそり持ってきたのよ。今日はそのお金で海外にフライアウェイするわ。お姉ちゃん落ち着きなよ。海外に逃げるったってどう生活するのよ。お金が尽きて強制帰国になって終わりだよ。大丈夫大丈夫、海外なんて度胸さえあればなんとかなるのよ。それに留年続きで友達もいないし
大学の卒業旅行もどうせぼっちだし。卒業旅行ついでに海外へ逃亡するつもり？私卒業旅行は絶対にフランスとパリに行くって決めてたんだ。最短の便でフライアウェイよ。そういうわけでお父さんたちと会社のことを頼んだわよ。父さん寸前の親の会社なんて高卒で惨めなあんたが継ぎなさい。私は優雅にパリに逃げるから。私も今パリにいるんだけど。え？だからお姉ちゃんこっちに逃げてきても意味ないわよ。だって私日本にいないんだもん。ちょっと待ってよ。は？あんたがパリに？今日は休日出勤って言ってたわよね。ええ、今はパリにいて仕事してたの。今日は同僚が体調不良で休んだから代打出勤ってわけ。は？高卒のあんたが仕事でパリ？そんなことあるわけないじゃない。それがあるんだよね。というわけで私に押し付けようったって無駄だからね。それじゃね。ちょっと待ちなさい。まだ話は終わってないでしょうが。休日出勤って言ってあるよね。私あんまり暇じゃないんだけど。あんたの仕事なんてどうでもいいわよ。それよりあんた本当に仕事で今パリにいるのね。だからそうだって言ってるじゃん。ならむしろ好都合だわ。私今から飛行機に乗るから空港に迎えに来なさい。え？赤字会社の身代わりにできないなら次もあんたは私のお世話係にするまでよ。パリで私のお世話をしなさい。バグアタモのお世話ですって？そんなの絶対に嫌に決まってるじゃない。だから誰がバグアタモよ。お姉ちゃんの世話をしろって言ってるのよ。私英語もフランスも話せないのよ。海外は度胸さえあればなんとかなるんでしょ。語学力なくてもきっと大丈夫だよ。うるさい。いいから空港に迎えに来なさい。これはお姉ちゃんから妹への命令よ。バグアネの命令なんて誰が聞くか。誰がバグアネですって？それじゃあ本当に仕事に戻るから、じゃあね。度胸だけで海外逃亡生活頑張ってね。ちょっとリナ、どうして空港に迎えに来てくれないのよ。もう何時間もあんたを待っているのよ。無事に着いたんだ。今日は仕事なの？休みなの？休日出勤の代休です。適当に市内に出てきて早く観光でもしたら？それもしたいけど過ぎにあって財布がないのよ。だから早く空港に迎えに来てちょうだい。英語だらけでどこに行けばいいかもわからないのよ。もうどこにも行かなくていいよ。そのまま帰国できるよ。頑張って。来たばっかりでもう帰国ですって？しょうがないじゃない。お金も何もないんだからさ。ダメ元で空港職員に相談か大使館に連絡してもらえなよ。そんなこと言われても英語話せないからできないわよ。っていうか帰国なんて絶対に嫌。帰ったら赤字の会社が私を待ってるのよ。きっとお姉ちゃんなら奇跡を起こして立て直せるよ。大学にまで行けたんだからそういう知識はあるはずでしょ。ずっと飲み会サークルで遊んでたからわかんないわよ。そうだった、このバグ頭単位すらお金で買ってたんだった。もし私が帰国することになったら絶対にあんたを巻き込むからね。それでもいいなら私を見捨てなさい。私が赤字会社を継いだら絶対にあんたを巻き込んでやる。パリに住んでるからって逃げられると思うなよ。もうパリから出国したよ。次の仕事があるから休日使って早めに移動しちゃった。今日はそのままのんびり向こうで観光かな。パリから出たの？今どこにいるの？今は鉄道でスペインに向かってるところだよ。スペインですって？あんた一体どんな仕事をしてるのよ。高卒のくせに海外を転々とする仕事なんてできるわけないのに。 CA さんだよ。飛行機のキャビンアテンダントしてるの。だから飛行機に合わせて海外を転々とするんだよね。あんたが CA さん？そんなの嘘よ。だって CA さんって英語ペラペラじゃないと無理なのよ。高卒のあんたがそんな仕事につけるわけないじゃない。高卒でも独学で英語ペラペラだからできるんだよ。確かに就職の時は大変だったけど高卒でもなれるんだよ。たくさん会社受けてようやく海外の航空会社に勤めてるんだ。だから私を巻き込もうとしても無駄だよ。私居場所がコロコロ変わってるからきっと連絡つかないし、会社に電話して住所聞いてもいいけど職場の本部は海外だしな。お姉ちゃんって英語できたっけ？なあ。あとは LINE をブロックしちゃえば海外逃亡成功だね。お姉ちゃんが私を巻き込もうとしても連絡なんて一生取れないから。そんなのずるいわよ。海外逃亡するのはこの私。あんただけ赤字会社から逃げるなんてずるいわよ。ずるくなんてないよ。私は高卒なりにせっせと働いてるだけだもん。
その高卒から一気に社長になれるチャンスをあげるって言ってるのよ。今すぐ仕事なんてやめて日本に帰国しなさい。帰国するのはお姉ちゃんでしょ。一文なしで海外生活なんてできっこないんだからさ。そうだった、私今席にあって一文なしだったんだ。頼みの綱のあんたもいないなんてどうすればいいのよ。私のために今すぐ空港に戻ってきなさい。それでは今からお姉ちゃんのことをブロックします。ええー、それではカウントご一緒に3、2、1。待って待って待って、お願い会社を次なんて言わないから、私を助けるだけでいいから。あれ、リナ、え、本当にブロックした？いやー、助けてくださーい。お姉ちゃんは空港職員の人のお世話になり、大使館へ連絡をしてなんとか日本に帰国したそうです。そして空港では両親が逃げられないように待ち構えており、お姉ちゃんは大学卒業までに赤字会社の引き継ぎを行い、卒業後すぐに社長に就任するそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。